たりですよね。部品を変えた方がいいですか、はいはい、じゃあ後半は。まあそれはもちろんそうだと思いますね。そのあたりの見極めはベンチワークに委ねられるわけですが、はいはい、あとはやはり、まあ、先ほどからも言ってますけれども、ボールを取った、まあ、深い自陣深いところでボールを取った時に、まあ、藤田君あたりは長い距離走れますので、はい、まあ、そういう選手たちがやはり前に飛び出していくかどうかなんですよね、得点を奪う鍵っていうのは、はい、ここは柏陣内でフリーキックを得ました。距離はかなりあります。上里の左足、おっと狙ってた、ゴール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 、日高さんゴール、見事なフリーキック、距離がありました。体重をこう後ろへ残したまま、まあ、ブレ球を狙って蹴りましたけど、壁のどこを抜けましたかね。今1枚なのか、縦の位置でご覧いただきましょう。うわ、今ボールが右に変化しましたね。右にブレましたよね。ほぼ無回転のシュート、フリーキック直接決まりました。まあ、菅野君がね、非常に反応のいいキーパーなんですけど、彼をもってしても触れませんでしたよね。そうですね、触ってもあの勢い、やっぱ上里君ちょっとノーマークでしたかね、フリーキックね、今ね。そうですね、まあ普通でもあそこの距離だったら壁はやっぱり1枚2枚ですよね。